花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金代志郎です。今日はちょっと暖かめになりましたけどもですね、早速紹介しましょう。本日のゲスト、西日本漫談。どうも。いつものメンバーをちょっと紹介していただきたいんですけど、今日は、ボーカルの、はい、ボーカルギターの亀ちゃん、亀と申します。はい、で今日はあのキーボード、今日はピアニカ、はい、素敵ですね、ピアニカね。石井圭介、こんにちは、どうも、しばらくです。それで、紹介してよ。すいません、あの伊藤浩樹です。伊藤浩樹さん、はい、よろしくお願いします。で今日来れなかったメンバーで、普段はあのバスハープの有野剛と、でハープ人が今日はいないということですね。そうです。でブルースハープの中村浩二も、はい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 、唯一サラリーマンなもんで、はいはいはい、今日は休みじゃなくて。あ、そうか、そうか。だから平日だとなかなかみんなスケジュール組むの大変でしょ。そうか、これは奇跡的だよね、あれね。たまたま連休、お盆休みだったんですよ。福岡時代の、知り合いの柴田さんが、まあ、あの最初に作ったんだけど、あの、まあ、柴田さんが亡くなられたのね、はい、4年ぐらい前ね。いやいや、もっと前か。その後2年ぐらいか。2年半ですね。2年ぐらい前、2年半、2010年の6月16日に、うん、そうかそれで、まあ、頼まれ、あの新しいバンド組んだということでですね、ご紹介するような形に、なってたんですけども、前回それが実現しましてですね、出ていただいて、ありがとうございます。やっぱり人の縁っていうのはこう、うん、あれだよね、あのすごいよね、本当に亡くなってからも縁を結びつける人だなと思って、うん、ねえ。で亀ちゃんは僕全く知らなかったわけで、で石井はね、もう昔から、うん、あの博多の時からね、俺迷惑かけたのよ、いろいろ。なんかジャージャーで多分初めて会った。どこ？ジャージャー、西陣の。西陣のっていきなり西陣が、お前これオーストラリアまで聞こえとったよ、お前博多弁で。あ、そうやったかね。まだそう、まだで、あの東京行く前ですよ、加納さんが。あ、そうかそうか。はい、なんか俺副大にいたから、これなんか副大の女の子となんか。お前いかないこと言うなよ。今思い出した。いや、今思い出した。それはいいの。過去のこと。でも大体一瞬昔のこと知ってるからさ、あんまり喋らせるとちょっとまずいことが話すね。じゃんじゃん喋ってください。この前ね、あの前回ここ出させてもらった時も電車の中で、いや加納さんのあの話、あの女の子どこ行ったんやろとか聞きたかったってずっと言ってました。ずっと言って。心配やったもん俺。憧れやったんですか。いやいや、全然。じゃあ早速ちょっと行こうか。はい、はい、スカラカン、よいっす。
いいね、すっからかん予想以上にガチガチさんも、やっぱりほらこれって生でこうやってやるじゃない、でやっぱ緊張とかあるし、あの最初の頃ってやっぱ緊張した？いや、まあも緊張してますよ、もちろん。本当？してないの？して全然しないよ。俺いや俺は緊張もうほらだんだん疲れてきたからさ、緊張もあんましなくなっちゃったあんなことないけど、でも生であって、生でこう その場で良くなるっていうのはいいよね。なんかスタジオ入ってさ、台本通りこうやってリハやってみたいなさ感じで本番迎えるよりも、これ生 の感じがねすごくいいんだよね。結構ねレコードよりもそのテイクが良かったりする人もいるよ、その時の瞬間の気持ちだから。だから、俺そう思うんだよね、たまにそういう時あるよね。で、カホの伊藤浩喜さんとかは、はい、先ほどちらっと聞いたんですけど、なんか韓国のミュージシャンの、そうですね、向こうで、ね、もう10年ぐらい多分ちま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 やってて、で、まあ来年年明けからまたすごい、いろいろやっていこうと思ってるんですけど、なかなか難しいんでしょ、そういうそうみたいですね。今回初めてビザもらったんですけど、それがね芸能、俗にアーティストビザ、アーティストビザって言ったんですけど、はいはいはい、芸能ビザ見たら芸能演芸ビザって書いてあって、まあ、はいはい、音楽とか、芝居だったり、そういう、芸事全般に関してビザを出す、のがあって、普通なかなか取れない、ね、なかなか取れないみたいですね。だからやっぱり今までその10年間もそのバンドの柴藤さんもいた、そうなんですよ、バンドらしいよね。そうなんですよ、すごい、あの人もいろんなバンドやってたんだね。俺ブルースだけかと思ってたけど、もうそのバンドちょっと見せたかった見せ本当すんごい面白いのよ本当、ジャケット持ってくればよかったね。よかったね、要するに韓国ロック、韓国ロック、いわゆるね、まあ元々は韓国で、その、70年代ぐらいに、まあ、日本と同じようにグループサウンズとかあったんですけど、はい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 、その辺をすごくこうリスペクトしてというか、はいはい、そういう古い音楽が好きで、で、元々そういうのをやってたんですよね。韓国行くとね、なんかにこやかな顔して、いつも後期が戻ってきてね、ごめんなさい、ちょっと奥さん聞いてる？聞いてます。伊藤浩喜は他に何かをしに行ってんじゃないか。してないしてない。何が楽しみに行ってるんだと。そんな かわいそう。柴田さんじゃない。まあいろいろほらミュージシャンいろいろね。すいません。大丈夫です。叩けばね、誇り出ますよ。これも誇りだらけだから。誇りだらけの金橋郎。でも石井君とかと会うとね、やっぱりもうほらもう何十年ぶりじゃない。そうですね。でそれもなんかこうやって出会えるのがね。俺徳間ジャパンの頃ね、一緒に手伝ってもらって、やっぱり。俺が売れてたら石井君も幸せになってたんだけどすぐ失敗しちゃったからもうダメだったんだけどいろんなねことがありながらまだこうやって音楽続けてるっていうのはね、お互いにね、でも石井さんも一回録音に韓国まで来てもらいましたよね。そう、ピアノを弾いたのその時。いやなんかオルガンを入れに行ったんですよ、その後期のバンド。バンドで、ね、まあ、もういいですよ、よそのバンドのことだから。打ち上げで、失礼しました、ゲストに対してお前発言が出ました。いや大丈夫ですね。伊さん、言い返した方がいいじゃないですか。ね、ちょっとねリクエスト来てますね。これは先週熊本さんがリクエストがあったんですね。これ映画書いてあったから。これはサクランボかと思ったらダイナマイトの絵です気がつかなくて、これ熊本さん、先週の時点で、ポータルサイト1万アクセスいかなかったんですけども、つい2日前に1万アクセス突破しました。いや、いえ皆様のおかげです。1万アクセスってすごいよね。だからやっぱりいろんなミュージシャンのファンの方がね、僕なんかはあんまりそのみんな見てないんだけど、でもその積み重ねとやっぱこうやってこれをずっと戦いのごとく僕を取ってくれてる小林さんのと僕との戦いの勝利だと思いますありがとうございます、本当にやっぱそうやって広がっていくといいよね。
あの僕はそういうのを信念としてこの放送をやらせてもらってるんで、やっぱりあの日本ってやっぱりそういうメジャーなテレビ出る人ばっかりしかあの表に出してないじゃない。やっぱそうじゃなくてメジャー前な関係なくさ、ずっとやってる人を紹介したいなっていう気持ちがやっぱあるよね。そういう人たちがやっぱあ の宣伝をねできるだけしてあげたいっていう。でダイナマイト来ました、熊本さんありがとうございます。それでもう一方、佐久間啓一さんから、これはいろんなコーナーのリクエストですね、金内郎様、ダイナマイト入ってますね、ハングリーアングリーダイナマイト入ってますね。これチャーリーさんからこれ投げ銭あのファックス来てますけど6万円来ました、うん、1,2,3,4,5,6 人いるから6万円でこれで焼肉食べてくださいってだんだん増えますね、うん、増えてくるよね。柴田さんの分も入っちゃってて、ダイナマイト行こうかじゃあ、はい、俺、はい、うん、先やろうかね、あのダイナマイト行きましょう、はい、ダイナマイトっていうのは強いお酒の歌で、これはあのあれですね、うん、あの強いお酒って博多なんかあったかないし、ダイナマイトってなんか焼酎ビールとウイスキーにビール割りってダイナマイトで言わんかった。そんな知らん。全然もっと品がいいところで飲んでましたからね。
はい、ということでリクエストにお答えしましたダイナマイトでしたけども、はい、ギター入ってなかった俺ヒデさん目で合図してたのにこうやってあ、そうだったそうだったんですか俺の目を見てよ目を見ていや俺もこっち来いだろマイクがねそうです僕は気づけばよかったです、ねまあ、そうこういうことがねこのスタジオマイク4本しかないんですからねこの4本のマイクでいかにするかっていうことでね、やってますけどもですねまあ、うん、歌が出たもうこれはこれでねダイナマイトって、うん、あれなんですけど韓国だとビールにウイスキー入れるの爆弾酒って言うんですよねはい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 それに近いもの ね, ね、うん、さっきの話に近いですよねうんあの爆杯とかっていうなんか飲み物もあるんで、うん、だから割と強いお酒をね安く酔っ払うんだね、うんうんそうそうそう同じようなもんだと思うんですけどね、うん、あんまり量飲まなくてももうちょっと飲んですぐ酔っ払うまああんまりねお酒の話を今からねしょうがないんですけども、今後 の, 西日本マンダムの予定がありま す, あります、はい、ですね、最近、割とライブが少なくはなってるんですが、うん、今年はあんまりやってないとこはあるんですが、うん今年最後に、うん高円寺の二郎吉というところで、はい、二郎吉ね12月21日、はいはいはい、12月21日金曜日はい金曜日、はい、金曜日に我々は、久々に演奏いたします皆さんよかったら遊びに来てください、うん12月21日高円寺二郎吉、はい、行きましょう、はい、これはあれなんだ対バンがいるんだ、うんああ石井君は自分がやるのにこ の, の, このノリはいいよねちょっとワンマンでやりたかったんですけどワンステージでやりたかったんでちょっとやりませんかとあの最近あのタイマーズとかあのモジョクラブにいらっしゃるあのこのあドラムの人よくセッションとかするもんでちょっと声をかけてですねうんうん、じゃあ俺たちはオープニングアクトだねって言われていやそんなことないですとか12月23日 ?21 ですあ 21? はいあ12月22があの僕ライブ渋谷でやりますあ諸岡賢治とあのジョイントですねあのよかったら12月22、渋谷アンコール駅から2分渋谷警察の隣悪いことしちゃダメ石井さんやばいですねその日は九州一色になりますからねということでもう一曲なんかやりましょうか、はいうん、バラードを、はい、あいいねバラードでよろしいですか、うん、いいですこれ伊藤浩輝くんのリクエストで空模様という曲やります歩き疲れた僕は王子様みたいに
まともに暮らして、悲しみを歌に変えよう、夜が明けるまで大丈夫。素敵な歌じゃないですか。大丈夫ですか。うん、俺は大丈夫だよ。優しいよね、やっぱりね。なんかね、全体的よね。暗いって言うんですよ、じいさんが。いやいや、そんなこと言ってない。そんな一言も言って。いや、でもさ、暗いのは俺の暗いよ。いや、そうなの。うん、ものすごく暗いもんね。いや、もう暗いとこもないとさ、人間ね。なんか作る人はやっぱりああでもないこうでもない考える人じゃないとできんよ。石井さんはいつもね、僕にま、なんだっけ、地獄のベイビーみたいな、そんな曲を作れる。地獄のベイビーみたいなベイビーって、その話をどういう風に聞いたらそんな風になるのか、もっと意味のない曲を書くと。地獄のベイビーって何ですか。俺が聞きたいんだよ、地獄のベイビーって。あの子に会いに行くぜみたいな、悪女みたいなもんですね。あ、でもそういうちょっとこうかっさらうみたいな曲もいいかもね。そこはね、石井さんがものすごいいい曲をいっぱい持ってるんですよ。いやいや、そんなことないです。大好きで、うん、女の子をかっさらうようにですか。いつも歌うんですよ、ライブの時に、うん、石井なんかでも、俺この間さ、高円寺でやった時に、はい、そこになんかバイトしてた綺麗な女性がいたのよ。楽屋、楽屋の話。おお、石井さんのなんか、石井さんにキーボードを習ってます。ダイアナね。ダイアナって女の子。スウェットダイアナ、ケイちゃんっていうの。クォーター、うん、あ、そうなの。石井さんに本当とか言ってびっくりしちゃった。いや、あの人しか教えてないんだけど。マジで。それはすごいな。たった一人。マジで。うん、なんかその個人レッスンをしてるわけです。そうそうそう。いや、でも結構いろいろそういうのやってんの。いやいや、全然、もう全く一回ちょっと教えてみたら、とっても人に教えてたらとても難しいなっていうのが分かって、なんか、うん、確かにね、うん、で、まあ、でもなんか、楽屋でポスター見て、その、ね、電話してきてくれたんですよね。で今度は楽屋のが12月に10周年記念のライブがあって、うんうん、そこに出るから、うん、で今バタバタと教えてる最中、うん、ですね。そうなんだ。でもほら、君は割とこう感性がこう なんていうかな、こう堅苦しくないから、割と 楽なのかなと思うよね。結局それでいいんじゃないっていうしかもうないんですよね。そうそうそう、理論が先に来てさ、じゃなくて、そのフィーリングからあなたもね弾いてるから、うんうん、それが俺ね、なんか正しいと思うんだよね。うん、なんかこう、もう時間もちょっとしかないけど、それぞれ話したいことがあったら、言っておきたいことがあったら、今日はゲストで西日本マンダム、西日本マンダムってなんでマンダムになったの。やっぱりね、ブロンソンが好きだったんです。誰が。マジで。よく知ってたね。でもだから早く有名になって訴えられたいなとは思ってます。西日本が追悼権まだいいよね。いつ訴えられるんだろうとヒヤヒヤしております。いつも
またね、はい、来てください、ぜひ。本当ありがとうございました。 あっという間の30分ですよね、うん、短いですね本当ね、あっという間ですけども、メンバーみんな揃うことはなかなかないと思うけども、まあここで柴田さんの思い出話もしながら、はい、おそらく喜んどうと思うよ、はい、きっとね、うん、今日はありがとうございました。ゲストは本漫談でした。お相手は金吉郎でした。この後明さんよろしくどうぞ。